日本語訳聖書は、キリスト教などの聖典である聖書を日本語に翻訳したものである。聖書の日本語訳は、16世紀半ばのキリスト教伝来時から各教派により行われ、近現代には聖書学者らによる個人訳なども多数交換されている。聖書の日本語訳は、断片的な試みも含めれば、16世紀半ばのキリスト教伝来時より行われてきた。ただし、 江戸幕府による近況以前の翻訳は若干の断片を除いて伝わっていない。その後、19世紀半ば以降、プロテスタント宣教師によって次々と翻訳が試みられた。初期の翻訳はギュズラフ、ヘボンなどの外国人宣教師が中心であったが、最初の組織的な翻訳である委員会役では日本人協力者の貢献も小さくはなかった。 明治役の新訳部分は、大正時代に解約版が出され、日本語表現にも多大な影響を与えた名訳として、今なお愛好する人々がいる。他、太平洋戦争以前には、カトリックのいわゆるラゲワケや日本聖教会役の新訳聖書なども刊行された。戦後になると、日本聖書協会が、交互訳聖書、ついでカトリックと、プロテスタントによる共同訳聖書、 新共同訳聖書を刊行した。新共同訳聖書は20世紀末から21世紀初頭の日本では最も広く用いられる聖書となった。日本聖書協会以外からもカトリックではバルバロ役、フランシスコ会役などが、プロテスタントでは新会役などがそれぞれ刊行されており、他にも宗派的な普遍性を謳う岩波委員会役など様々な観点での組織役、 個人役などが部分役も含めれば数え切れないほどに刊行されている。キリシタン版も参照をキリスト教は1549年に日本へ伝えられた。フランシスコ・ザビエルの日本布教のきっかけとなったヤジローの書簡からヤジローがマタイによる福音書を翻訳した可能性はあるものの実物は残っていない。1563年頃までにはイエズス・カイシのフアンフェルなんですが 新約聖書のうちの四福音書を翻訳していたらしいが平戸の北部にある卓島での火災で原稿が消失してしまった。その後、日本史などの著作で知られるルイス・フロイスが、天礼用に四福音書の3分の1ほどを訳すなど、作業を続け、1613年頃までには、イエズ・ス会が京都で新約聖書全体を出版したらしいことも確認されている。しかし、 このイエズスカイ役新役聖書は現存しない。日本語役聖書の現存する最古の断片は、アレッサンドロ・バリニャーノが編纂した、日本のカテキズモの役校に近い和文で、ポルトガルのエボラ図書館の古屏部の下張りから発見された。1580年前後と推測される最古の断片には、旧役聖書のコヘレトの言葉、イザヤ書き、シラ書の断片が含まれる。他にも、 福音書の受難物語部分をまとめた、五種、ゼスキリシとゴパッションのことは、フェルナンデスの薬交渉室の前後にその写本が、各地の教会で読まれていたらしいことが伺われる。これは1591年にバレトがまとめた、いわゆるバレト写本や、1607年に、長崎で刊行されたローマ字本、スピリチュアル修行の中にも見出すことができる。これら2書に収められた、五種、 ゼイスキリシとゴパッションのことは、ほぼ同一であり、フェルナンデス役とは別に、ボイエズス会イによって訳されたらしいが、名前は伝わっていない。以下、スピリツュアル修行から、五種、ゼゼスキリシとゴパッションのことを一部引用する。パンを取り上げ、文を唱え、割りたまい、ゴデシたちにたまあり、これは我が真肉なり、伏せられよとのたまいて、またカリスを取り上げたまい、 お礼あってご弟子たちに下されのたまいけるは、おのおのこれを飲まれよ何時たちとスータの人のとがを、送るべきために流すべき新しきテスタメントの我が身の、しなり、何時たち我を思い出すために書くのごとくいたされよ。ご主、ゼスキきりしとごパッションのこと、バレと写本には、福音書の様々な抜粋が含まれており、その分量は、福音書全体のおよそ3分の1に及ぶ。ほか、 カテキズムをまとめた、ドチリなキリシタンなども刊行された。しかし、日本におけるキリスト教は、前日のイエズス会約薬神聖書の出版がなされた、頃から厳しく禁止された。1630年には、キリスト教関係の書物輸入が禁じられ、少なくとも、表面上キリスト教文献は消えた。もっとも、関石やオランダ書のキリスト教文献が小規模ながらも、密輸されており、 聖書に関する知識は細々と日本に入っていた。また当時、ヨーロッパ由来の歴史書には、世界の起源を聖書に移居している例も少なからずあり、その影響を強く受けた、山村昭英の西洋史叙実は幕末までの西洋史書の土台となった。のみならず、乱学者には、キリスト教に理解を示していた例が見られ、中には、平戸藩領主、松浦聖山のように、 聖書の中介書を手に入れて、密かに乱学者に翻訳させていた例もある。また、復古神道の体制者である、平田厚種が表した、本教外編の中には、三条の水訓そっくりの記述が現れる。これは、関石のキリスト教文献からの表説であることが、実証されている。なお、厚種は、国組の神話をアダムとエヴァに対比させることもしている。19世紀になると、 中国や日本の開国とキリスト教会禁を睨んで、プロテスタント宣教師たちが、日本国外で聖書の寛約、和訳事業を進めた。例えば、カール・ギュツラフは、マカオで寛約、神転聖書などを参照しながら、日本人漂流民をおときちらの協力を得て、ヨハネによる福音書を翻訳し、ヨハネ福音のつてとして、アメリカ聖書協会の経済的支援により、 シンガポールのアメリカンボード出版局兼夏書院より出版した。このギュツラフワケが実質的に最古の日本語訳聖書と位置づけられることもしばしばである。ちなみに、オトキ吉たちはオわリ国の出身であったため、この聖書には、あそこ、あよぶ、ああぬいてなどのオわリ方言が見られる。この翻訳は現存する漢本の競合から少なくとも3冊を数えたものと推測されている。 この役業は、時期と熱意は評価されているものの、役分そのものの評価は高くない。それでも、キリスト教研究史で1938年に復刻されたのをはじめ、また、ギュズラフは同じ年にヨハネ書館の翻訳も交換しているが、ヨハネ福音のつてが、開国間もない頃の日本に持ち込まれたのに対し、ヨハネ常駐下書きは持ち込まれることがなかった。なお、 1911年の英国外国聖書、教会図書館の目録には、ギュツラフが新約全体と旧約の一部の翻訳を完成させていたという記述がある。従来、この記述を裏付けるような痕跡は見つかっていなかったが、2012年に吉田信がボドリアン図書館付属日本研究図書館で調査した際に、ギュツラフが訳した可能性がある。 ローマの信徒への手紙の一文を発見した。これは、イギリス国教会の司祭でもあった、東洋学者ソロモン・マランの趣向に転記されていたもので、ある。また、サミュエル・ウィリアムズも、マカオで、バフト氏福音伝を1830年代遺末に、訳している。この広報は、後に託されたサミュエル・ロビンス・ブラウンの、自宅火災などによって失われたが、被護国出身の在マカオ漂流民。 原田肖蔵の手による写本が1938年に長崎で発見されており、それによって内容が伝わっている。また、この写本にはウィリアムズによるヨハネ福音書の主役も,も小休節まで収められている。これは神を天の司さと訳すなどの違いはあるものの、その表題も含めてギュツラフの訳文と告示している。なお、ウィリアムズは、 創世記も訳したらしいが、その創行は伝わっていない。近郊下の琉球王国で強引に布教を始めた、バーナード・ジャンベッテルハイムは、1847年に、ルカ福音書から始めて、1851年までに、四福音書、続けて、使徒原稿録、ローマの信徒への手紙を琉球語に訳した。しかし、琉球王国から退去を余儀なくされ、1855年に、 香港で上記の琉球語訳を、ロッカデン福音書、ヨハネデン福音書、聖策と行伝、ホライアドリキローマ人書として出版した。この時点でのベッテルハイムは、琉球語訳が日本本土の不況に使えると考えていたのだが、本土の日本人には理解が難しいことを悟ると、方向転換し、緩和大役の新約聖書本訳を企画した。そして、1858年に、 イギリス聖書協会より緩和大役、ロカデン福音書を出版した。この著作は明治初期の日本伝道で活用された。ベッテルハイムはこの後も残りの福音書を出版するつもりであったが、すでにベッドに聖書翻訳事業に取り掛かっていたジェームス・カーティス・ヘボンが否定的な意見を述べたこともあって出版が遅れた。ベッテルハイムの日本語訳には琉球語が混じっており、 日本人にも理解が困難とされたのである。出版されないままだった総行のうち、マタイ伝マルコ伝はイギリス聖書協会に残っていることが知られていた。残るヨハネ伝の総行は行方不明のままだが、前出のマランの趣向に転記されている。ベッテルハイムは、その後、シカゴで知り合った日本人の協力を受けて翻訳、解約を進めており、 死後の出版になるが、1873年に、ヨハネデン福音書、ロカデン福音書、翌年には、使徒行伝がオーストリアで出版されることとなる。前出のマランの趣向には、マラン自身が訳したと思われる、ヤコブの手紙の前訳も含まれる。これは、ヤコブの手紙の通説的な承訳時期を大幅に、遡るだけでなく、ギュズラフやベッテルハイムと違い、日本上陸をせず、 日本人協力者のテスラも借りずに、ヨーロッパ人が独力で成し遂げた点でも得意である。なお、この定本は、禁帝約聖書であったと考えられている。日本は1854年に、日米和親条約、1858年に、安政後過酷条約を結び、開国に至った。幕末の日本はまだ近況下ではあったものの、宣教師たちが続々と入国し、日本伝道が、 いずれ解禁される時のための準備が進められた。この伝道準備の中の重要課題は聖書翻訳であった。当初、日本に滞在した宣教師たちは、漢訳のキリスト教書籍を持ち込んで密かに反復し、布教に努めた。ヘボンの見立てでは、すべての教養ある日本人は、我々がラテン語を読むのと全く同様に、混乱もなく、品語の聖書を読むことができるとされたからである。 他方で、ヘボンは該当する、日本人を、成人全体の50分の1以下と見積もっており、漢文の読めない大多数の一般人に布教するには、平易な日本語訳聖書を必要とした。日本国内で最初に翻訳聖書を出版したのは、バプテスト派の宣教師で1860年に入国した、ジョナサン・ゴーブルである。ゴーブルは、極貧のうちにあって、靴直しでここをしのぎながら、 ギリシャ語本文からの交互和訳に挑んだ。原点翻訳を称してはいるが、彼は所属していた団体の禁定訳聖書解役運動に影響されており、特にコナントが刊行した小中月新訳聖書への依存度が大きかった。このコナント版の刊行は1864年のことで、彼の翻訳は同じ年に始まっている。彼が訳したマタイ福音書は1871年に、 まだ福音書として東京で出版された。ハンギアは中身が聖書であることを知らずに引き受けたという。ゴーブルの方針は新約聖書で用いられているギリシャ語が日常語であることに鑑み、俗語も交えた平易な日常語で訳すというものであった。その役行はバプテスト派の簡約聖書、ヒジリヘ、新衣装全書を書き下すことから始まったとされるが、平らかな書きの その文体には、漢訳聖書の影響は希薄である。ゴーブルは、他の宣教師と折り合いが悪く、単独での日本語訳権を、アメリカ聖書協会に請求して拒否される一幕も、あった。これは、アメリカ聖書協会が、特定の教派に偏らない、翻訳方針を示していたヘボンの反対意見を、受け入れたためで、ゴーブルは、常実のように独立ドッでバプテスト派の、 解釈に基づく翻訳を行った。彼は、四福音書全体と、使徒原稿録も訳したとされるが、その後本は残っていない。彼の翻訳は俗語混じりであることから、その訳文はあまり評価されていない。なお、ゴーブルの聖書翻訳作業は、1873年に日本での活動を開始したバプテスト派宣教師、ネイサン・ブラウンに引き継がれた。 日本キリスト教史上の大建物であり、ヘボン式ローマ字の考案者として知られるジェームス・カーティス、ヘボン福音のつてを携えて1859年に、慈悲で、日本に渡り、活動した。医師業の傍ら、同年より、日本で宣教していたサミュエル・ロビンス・ブラウンと共に、聖書翻訳事業を開始し、1861年、頃から、マルコ福音書の翻訳に取り掛かった。 ヘボンもブラウンも中国選挙経験があって漢文が読めたことから翻訳は漢訳聖書の読み下しから始まった。定本と推測されているのは代表役と呼ばれる漢訳、新訳全書及びブリッジマンとカルバートソンの漢訳、新訳全書でヘボンによるマタイ福音書の訳語には後者の影響の強さが指摘されている。 1860年代の前半には他の福音書や創世記でエジプト記の一部が訳されたらしいが、この時期の訳校は現存していない。ヘボン・ブラウンの訳業には、バラ、タムソンら宣教師及び日本人の矢野隆さん、奥野摩擦奈らが協力した。ヘボン・ブラウンらは、この翻訳に何度も改定を加えていったが、前日のゴーブルが、 個人役を出版したことから協力者たちと共に、彼らの翻訳の完成を急いだらしい。途中、ブラウンタクの失火による、原稿消失などのトラブルを乗り越えつつ、奥の摩擦の本走などもあって、まだ近況下であった1872年に、新約聖書バカデン、新約聖書ヨハネデン、近況が解かれた1873年に、新約聖書バ大野伝を出版している。 漢文直訳調を避けて一般人に分かるようにしながら、それでいて文語の拡張を失わないように工夫することが施行された。確かに文語表現に成熟が見られ文体の統一も進んだことは評価されるが、他方で漢文君独体が残存している要素なども指摘されている明治役の立役者たち。左列上からグリーン、松山、N ブラウン。 中央上から、ジーフルベッキ、ヘボン、奥野、ファイソン、ウレツ上から、SR ブラウン、高橋、マクレー、新約全書、1904年版詳細は、明治元分け聖書を参照、ヘボンらの翻訳作業は、1872年に開催された日本在留ミッションの第一回在日宣教師会議において決議された、新約聖書の共同翻訳事業に引き継がれることに、 なる。いわゆる翻訳委員者中の結成である。この会議の参加団体は、アメリカ合衆国長老協会、アメリカ改革派協会、アメリカンボードの3団体に過ぎなかった。参加を呼びかけられていた、英国政交会、米国政交会、ロシア政教会は欠席したが、翻訳委員会の第1回会合には、上記3委員のほか j パイパー n ブラウン R.S. マクレー S w s ライト、h は a る、クインビー、g c o など各派から出席者があり、全室のゴーブルも参加していた。日本人では、奥野サツナ、松山高義、高橋五郎らが協力した。翻訳は、新約聖書から始まり、定本は、テクストスレセプトスのギリシャ語本文で、合わせて、金帝役の英文も参照するものと決められていた。 日本人協力者はギリシャ語本文を読めなかったため、ブリッジマン、カルバートソンの管約聖書、旧進薬前書に依拠したものと考えられている。1874年から作業が開始され、完成した薬工はすぐさま分冊として1875年、内史76年から順次出版されて1880年に全17冊が完結した。 その完結と同じ1880年には奥野などが参加した再検討を踏まえて訂正した上で合殺し、新薬全書が刊行された。さらに同じ年には、パイパー作成による印象付きの聖書も刊行され、他に、ひらがな版、新カタカナ版、老人用の四合活字版などが相次いで刊行された。出版は、米国聖書会社、大英国聖書会社、 北英国聖書会社が引き受け、その総発行部数は1881年の1年間だけで10万3000部に達したという。明治役の詩編の冒頭旧約聖書については断片的な翻訳が存在していたが、1873年頃から、リビット・タムソンが創世期の翻訳作業に入っており、1876年には、タムソンに3人の宣教師が加わって、 東京聖書翻訳委員会を結成した。1878年に12名の選挙協会代表者からなる聖書上知委員会に解組されたが、これは1882年に再解雇され、翻訳の中心は最終的にヘボン、ファイソン、フルベッキとなった。こうした動きに対し、日本人たちも聖書翻訳に主体的に関わろうと委員会を組織し、 上知委員会とも交渉したものの、経済的理由などから間もなく解散し、日本側委員に名を連ねていた、松山高吉、植村正久、井深梶之じのがヘボンらの翻訳に協力するに、とどまった。旧約の翻訳は、1882年から順次、文札を発行して1887年に、完成した。新約、旧約合わせて、この翻訳作業に関わり続けたのは、 ヘボン一人であり、個人役時代から数えれば二十数年の歳月をかけた事業である。これらの聖書は、委員役、委員会役などの通称のほか、現在では、明治役あるいは、元明けとも呼ばれる。また、明治元明けという呼び方もある。役者たちは、新蘭伝と福沢諭吉翻訳の児童向け読み物、あるいは貝原駅券の文章を日本語のモデルにしたと言われているが、 文体については誰でもわかる、優しいものにするという考え方と、拡張の高い漢文風にしようと、後者は補佐として加わった、日本人たちの意見であり、前者は主にブラウンダの宣教師側の意見だった。その結果として、独自の和漢混合体での翻訳となったわけだが、漢文に親しんでいた教養ある信徒には珍妙な、日本語として軽蔑されたとも言われている。実際、 米国聖書協会はそうした人々に向けて、ブリッジマン、カルバートソンの漢訳聖書の訓典本を1878年から1888年にかけて何度も出版した。文体に対する否定的な評価だけでなく、語訳の多さも指摘された。その一方で、上田里氏は、明治の大翻訳と褒めたたえ、特に旧約聖書の紙偏については、質ロすこぶる。 宮城県なりと絶賛したほどで、日本文学への影響も大きかった。三代原から、アイム、つみて、ともにおるは、いかによくいかに楽しきかな首に、そのがれたる、道時油ひげに流れ、アロンのひげに流れ、その衣の裾にまで流れしたのるがごとく、また、ヘルモンのろくだりて、シオンの山に流るるがごとし、そわえほばかしこに福祉を下し、急なき生命をさえあたけたまへり、 詩辺第百三十三ンダビデが読めるケイマウデの歌、明治訳、明治訳の影響は、日本文学にとどまらず、朝鮮語訳の新訳、旧訳聖書が最初に揃った漢訳、韓国語聖書の翻訳及び、韓国海底訳聖書の改底作業にも影響を与えることになる。なお、バプテスト派のネイサン・ブラウンは、バプテスマの訳語をめぐる、進学、礼拝状の対立や、 平易な翻訳を目指す、方針上の対立から、独自の文冊版を刊行し始めた。そして、1876年には、翻訳員社中を正式に脱退し、明治元明よりも8ヶ月早く、志村陸ム氏与えを上司した。この翻訳にはバプティスト派最初の日本人牧師、川勝哲也が大きく貢献しており、ブラウンの訳文を全面的にチェックしていたとされる。 このブラウン役は、川勝や、ウィリアム・ホワイトらによって、漢字混じりの改定を受け、ブラウンの没後に、新役前書となった。ただし、後に解約委員会にメンバーを送った代わりに、大正解約書判の表題紙、奥付、同日に、米国聖書会社からも刊行された。大正解約聖書及び、文語役聖書も参照さて、明治役を評価する声もあったとはいえ、 完成直後から解約の声が上がっていた。これは、明治役が外国人宣教師たちの委員会によるわけであり、不自然な日本語がまだまだ多かったこと、語訳が散見されたこと、そして定本であった、金帝役も1885年に解約され、改定版聖書が交換されたことなどによる。その結果、様々な立場から解約が試みられ始めた。そんな中、 1906年に福音同盟会が教会同盟に改組されるのに合わせて、解約のために委員が選出された。前室の外国人宣教師を中心とする聖書、上智委員会や賛成書会社からもこれに協力していく意向が示されたが、教会同盟の正式発足が先送りされたことに対応し、結局は上智委員会が主導する解約委員会が1910年に、 成立した。とはいえ、その委員は、グリーン。新約聖書の定本としては、ネストレ版のギリシャ語皇帝版とされたが、当初は入手できておらず、暫定的に、ウェストコットフォート版で代用された。また、その翻訳に際し、問題箇所の読みは RV を参照することに決められており、他にシェルシェウスキーの漢訳、前出の N ブラウン訳、日本聖教会訳。 ラゲワケなども参考文献とされた。この解約作業では、まず主役として、マコデン福音書が刊行された。この主役に対しては、マコを、マルコとすべきことなども含め、いろいろな意見が寄せられた。委員会はそれらの意見も参照して、1917年に新約聖書全体の解約を完成させ、解約新約聖書として出版した。これは、解約、対象訳 大正解約などと呼ばれる。明治元明に比べて学問的な正確さが向上したことはもちろんだが、漢文帳から和文を主とする文章に改められ、漢語に無理なるビを振ることは避けられ、日本語として読みやすくなったことが評価されている。また、それまで一定していなかったキリスト教用語もこのわけで安定したとされており、教会外の人にも多く読まれた結果、狭き門より入れのように、 日本語のことわざ同然に使われている文章も、解約の中には数多くある。聖句が使用される頻度についてはその後の解約聖書も及ばないとされており、日本の文学作品として十分に古典の一、なお、明治訳も大正解約もプロテスタントの翻訳であり、他のアジア・アフリカ諸言語同様に、米国聖書会社、大英国聖書会社、 北英国聖書会社の資金援助のもとに行われた事業である。そして1937年に設立された日本聖書協会に聖書翻訳事業は引き継がれる。旧約聖書は1942年から解約作業が進められたが戦後に交語訳に方針転換されたので対象解約には旧約聖書は含まれていない。文語訳は 公語訳聖書観光後も愛好者が絶えないため、日本聖書協会は、明治訳の旧訳聖書と、対正解訳の新訳聖書を合本して、文語訳聖書として出版している。この文語訳を再編した短縮版は、旧訳の編集者は、関根正夫、新訳の編集者は、木下順次であり、中が適宜加えられているが、訳文そのものは削除のみが認められ、解訳は、 一切認められない編集方針だったという。2014年には文語訳新訳聖書写変付が岩波文庫に収められ、2015年には旧約も全4巻で順次刊行された。なお、日本聖書協会はプロテスタント系であり、その聖書にはカトリックが第二聖典と位置づける文書は含まれない。ただし、日本聖公会はそれらを含む外典の一部を使用しているため、 アポクリファ翻訳委員会、旧約聖書続編が刊行されている。これは1961年に、聖公会宣教100周年を記念してそのまま、復刻されたが、その後に改定され、アポクリファとなった。改定に際しては、改定標準訳が参考にされた。交語訳聖書も、参照第二次世界大戦後も、日本聖書協会は、文語での旧約聖書の改定を継続しており、 詩編呼ぶきの二書のみは、文語会定番が出版された。この詩編の翻訳で、明治役のエホバが主に訳し直された。しかし、この解約作業は中断され、交互役へと切り替えられることとなった。その理由として、日本聖書協会が挙げたのは、戦後教育で採用された、新金名遣いと漢字制限に対応することであった。ただし、これに加えて、 改定標準訳が現れたことが影響したという見解もある。1950年に交互訳聖書作成が決定され、翌年、松本拓夫、山谷翔吾、高橋健、鶴仙寺、遠藤俊夫、手塚義一郎が改役委員に任命され、他にコンサルタントが任命された。先に刊行されたのは新訳聖書で、1952年から1953年に、 かけて、各福音書と、首都行伝が分冊で刊行された後、残りも含めた全訳が1954年に交換された。その提本は、ネストレ版で19版から始まり、翻訳中に届いた20版、21版も参照したという。ただし、日本聖書協会では公式に認められていないが、その訳文の一致などからは、RSV が重要な参考文献の一つであり、 それをそのまま訳出したと思われる箇所も少なくないことが指摘されている。旧約聖書の方は1953年に創世記とデイエジプト記が分冊で刊行され、全約は1955年に交換された。その底本は、レドルフ・キッテルのビブリア・ヘブライカ第3版で、こちらについては、RSV の旧約部分が交換される前に、アメリカ聖書協会の行為で未抵抗を送ってもらい、 大いに参考にしたことが公表されている。新薬と旧薬の合冊版はその年のうちに刊行され、同年の毎日出版文化賞と、これは明治薬、大正解薬と違い、日本人の手で成し遂げた最初の翻訳と言える。なお、交互体で書かれた和訳聖書はこの他にもカトリックのバルバル薬など多種、あるが、単に交互訳といった場合には普通この1954年、 1955年の日本聖書協会版を指す。ただし、協会役、協会交語訳といった呼び方も存在する。日本キリスト教団に属する教会では、1年でこの聖書へと切り替わったという。そして、観光から10年間で、旧新約聖書が86万部以上、新約聖書のみの版が42万部以上の、計120万部以上が反布され、 文語訳にとって変わっていき、カトリックでもこの口語訳が使われることがあったという、この翻訳がわかりやすくなったという好評を得たのは確かである。しかし、その一方で、特に文体については、悪評も相次いだ。作家で評論家の丸谷彩一は、読者への訴求力や論理的明晰さ、さらに文章としての気品などをいずれも書いており、冗長であると批判し、悪、 批判的な文学者には、塚本国を、木下淳次らも挙げることができる。また、牧師の藤原藤尾は上調で、迫力も締まりもない文体とした上で、普通の役分よりも語数が多くなる、はずの塚本とらに役よりも、明らかに次数が多いことをその一因として、指摘している。他に、認証代名詞を不自然に統一したことが、文体に悪影響を及ぼしたという指摘もあり、 同様の指摘は、敬語の統一についても存在する。他方で、文体への批判に対しては、古い訳への教習を差し引いて評価すべきなど、一定の用語も見られる。RSV に依拠したことについても、むしろそれが質的向上に寄与した面を、肯定的に評価する意見が複数あり、役者たちが独自に判断した箇所について正当に、評価する必要性も指摘されている。 公述する新共同約聖書が登場するとそれに取って代わられるようになったが2005年のアンケートでもプロテスタント教会の19.2%ほどが交互約聖書を主に使っていると回答している新海約聖書詳細は新海約聖書を参照プロテスタントの聖書信仰に立つ教派の聖書学者によって訳されたのが新海約聖書である日本聖書協会の交互訳は 信仰的に自由主義神学的変更を含み、キリストの神聖を表現する観点から問題を指摘する意見があった。1959年のプロテスタント選挙100周年の都市プロテスタントは、福音派とエキュメニカル派の2杯に分かれ、福音派はエキュメニカル派から離れて、日本選挙100年記念聖書信仰運動を、 展開し、翌年の1960年、日本プロテスタント聖書信仰同盟が発足した。この中に、聖書翻訳委員会が設けられ、福音派の代表が、日本聖書協会に抗議したが受け入れられなかった。そのため、命の言葉者の協力を得て、日本聖書観光会という組織が発足し、独自の翻訳が試みられた。新海役と呼ばれたこの翻訳は1962年に、 始まり、ヨハネ福音書のみのパイロット版観光を経て、新約が1965年、旧約は1970年に完成した。新解薬の名称は、対象解薬をはじめとする先人の業績の上に成り立っていることを踏まえた名称である。翻訳に際しては、原点への忠実さ、翻訳の正確さ、聖書としての品位の保持などが掲げられた。また、 礼拝での使用を重視し、耳で聞いてわかる訳文とすることにも配慮された。なお、英語訳聖書の中でも新アメリカ標準訳聖書へと引き継がれた伝統を尊重しているが、本文そのものが重役であるという批判は当たらないと主張している。1978年に、第2版、2003年に、第3版、2017年に、新開役2017が刊行された。刊行された。 版の中には、新国際役や、新ジェームズ王役との対象版もある。2005年の日本聖書協会の調査では、プロテスタント協会のうち 24.、24.8%が、新海役聖書を主に用いている。藤原藤二夫は、福音的に9分9里まで、安心して用いることのできるものと評しており、時賢治は先行するわけを尊重しつつ改定された。わけとして、 評価すべき点が多いとしている。その一方、藤原は、訳語や表現に、いくつも注文をつけており、第三版に至っても、成瀬武たは、表現面での不備と思われる歌詞を多く指摘している。我が主イエズス・キリストの新約聖書も、参照プロテスタントと、同時期に、日本再不況に乗り出したカトリック教会ではあったが、競技場の理由から、 聖書翻訳を急務としたプロテスタントに比べて翻訳事業は立ち遅れた。また、1800、当初は不況のための断片的な翻訳が行われるにとどまった。その例としては、ベルナール・プティジャンが手掛けたアトバー・ツーシトモなどがある。これは、近況前のスピリツュアル修行の復刊であり、福音書中のキリストの受難に関する下りの訳を含んでいる。1895年になって、 ようやくカトリック教会の聖書が、承福音書上として出版される。パリ外国宣教会のミシェルス大戦の口実をもとに、高橋五郎が翻訳したとされるものだが、ヘボンの協力者であり、立教学校教授だった高橋が、どのような経緯で、カトリックの聖書翻訳に協力したのか、その事情はわかっていない。なお、高橋は他にも、クルアーンの翻訳などにも関与した。いずれにせよ、 この事実は、明治日本におけるカトリック知識人の少なさを示すものとされる。定本としたのはブルガータであるが、翻訳委員者中の明治元訳よりも遡った1872年のヘボン訳の影響が認められる。これとは別に、エミール・ラゲがブルガータを元にネストレバンギリシャ語聖書を参照しながら新約聖書の新訳に挑戦し、1905年の 四福音書の翻訳に続き、1910年に近代以降のカトリックとして、初めて新約聖書全体を発行した。これは、主役ではあるが、東京大司教の認可を受け、その後、長く日本カトリック教会では、標準役のごとく、扱われた。注釈を入れないことを伝統とした、聖書教会のプロテスタント分けとは異なり、断外に印象出展聖区、本文の理解。 別訳、ラテン語訳とギリシャ語本文との移動などを簡潔明瞭に示している。また、日本人協力者の貢献の度合いなどは不明ながら、本文も流霊かつ学術的な予想意も備えた日本語とされており、プロテスタントの中からも、藤原藤尾のように文章的にも文体的にも非常に優れたものと評する者がいる。藤原はまた、三上の水訓の訳については、 大正解約よりも優れていると評している。その後、カトリックでは1953年に、サレジオ会のフェデリコ・バルバロが交互で、新約聖書をゼニ出版した。当初は、ダゲ分けを交互に置き換えただけという批判もあったが、1957年に、その改訂版が刊行され、訳文も一新された。バルバロ役はブルガータを定本とし、 ギリシャ語聖書も参照したとのことではあったが、実際には現代イタリア語訳などにも少なからず、威嚇したものだったと言われる。さらに神父アロイジオデルコルトの協約で、旧約聖書を翻訳し、1964年にドンボスコ社から、旧約、新約聖書を刊行した。これはカトリックによる、初の旧約、新約聖書の全訳であり、プロテスタント系の聖書が含んでいなかった第二。 聖典を含む善役という意味でも初めてのものである。さらにバルバロは旧役のデルコルの担当部分を解約し、バルバロ単独名義で聖書を出版した。バルバロは新役聖書を1975年に講談社からも出すにあたって改定していたが、上記の1980年版。ただし、バルバロ役には名役といえる箇所が参見される反面。 平面さが返って拡張を保つことに差し支えている箇所もあり、また、定本の問題から学術的には高く評価しがたい。詳細は、フランシスコ海訳聖書を参照バルバル役に対し、聖書翻訳で評価の高いフランス語のエルサレム聖書に反を取って、フランシスコ海聖書研究所が聖書原文工程による交互役として、分冊聖書を刊行した。もともと同研究所は、 1955年に当時まだ存在していなかったカトリック信徒向けの日本語による聖書全訳のために中日教皇大使マキシメリアンド・フルステンベルグ大司教がフランシスコ会極東総長代理に要請したことで設立されたものであり翻訳作業は翌年から開始されたそして1958年に最初の文札、創世記が刊行され 1978年に新約が2002年に旧約が完成した。1979年にその時点で全文書の翻訳を交換していた新約聖書の合冊版が刊行された。この合冊版は聖書協会世界連盟のギリシャ語新約聖書第3版を手本として訳文の修正が施されたものであったが、 定本の修正版の刊行を踏まえて、翌年改訂版が交換された。そして旧約全文冊の完成を踏まえて、2011年8月15日に、旧約、新約全37文冊が、用語、文体の統一などの作業を経てが視察され、聖書原文工程による交互訳として出版された。定本とされているのは、旧約は、ビブリアヘブライカシュトゥットガルデンシア、 第2聖典が、ゲッティンゲン研究所の72に薬聖書第4版、新訳が、聖書協会世界連盟のギリシャ語新訳聖書修正第3版である。これらは、フランシスコ会薬聖書と呼ばれ、詳細な訳中と解説を備えた、優れた翻訳とされており、プロテスタントの側からも、学ぶ部分があると評価する意見がある。公実する新共同訳聖書出現以前に、 カトリックで公認されていたのは、ラゲワケ、バルバロ役、フランシスコ会役の新約聖書合冊版の3種であった。この他に日本カトリック天礼委員会紙編、小委員会による紙編のみの翻訳、共に祈り、共に歌う、紙編現代語訳が出版された。題名にもあるように、共に祈り、共に歌うことを意識し、共同役翻訳委員を務めた、高橋茂之。 同実行委員を務めた、寺西秀夫、上智大学進学部教授だった、土屋義正の三人が翻訳に当たった。新共同訳聖書、共同訳聖書及び新共同訳聖書も参照カトリック教会が1962年から1965年の第2チカン公会議でエキュメニズムの推進を打ち出し、プロテスタントと共同で聖書を翻訳することが望ましい旨が示された。 これにより、各国で聖書の共同翻訳事業が開始されたが、日本においてもその動きが起こった。1965年には、日本聖書協会翻訳部とフランシスコ会聖書、研究所との会合で、新しい翻訳に向けて検討する合意が成立し、翻訳セミナーの開催、検討委員会の答申など踏まえ、1970年に共同訳聖書実行委員会が、 1> 第1回会合を持った。その下には各種委員会が編成され、翻訳に当たった専門家はカトリック11名、プロテスタント31名であった。訳語を調整した上での翻訳作業は1972年に開始され、ルカ福音書のみの文冊が1975年に出された後、1978年に新約聖書共同訳が出版された。 日本で単に共同訳といえば、普通はこの翻訳を指す。これは聖書協会世界連盟発行のギリシャ語聖書第2版から始まり、最終的に第3版を提本とした。その翻訳においては、アメリカ聖書協会翻訳部長を務めた、言語学者、友人ナイダが提唱した動的投下が重視された。翻訳に先行するセミナーでは、 動的投下を取り入れた現代英語訳の翻訳責任者であったロバート・ブラッチャーも講師として招かれていた。動的投下とは形式的一致に対致される概念で、内田は単語と単語を対応させるのではなく文化的際などを踏まえて等しい意味になるように文、そのものを置き換えるべきと主張したのである。現代訳聖書を個人訳した小山霊児の例えを借りると、 グッドモーニングを良い朝と訳すのが形式的一致。おはようと訳すの。この翻訳方針に基づいた共同訳は礼拝向けではなく、キリスト教に馴染みのない一般大衆に対し分かりやすい訳文を提供することに重心が置かれ、実際読みやすくなったという好意的意見が寄せられた。その一方、厳しい意見も少なからず寄せられた。例えば共同訳では、 義という訳語を廃して文脈に応じて訳し分けられた。しかし、そのようなやり方は本来キリスト教用語ではなかった義が日本語訳聖書を通じてキリスト教的願意を持つようになってきた流れに逆行するものである上他の登場箇所との関連性もわからなくなるとされた。同様に心の貧しい人たちをただ神により頼む人と訳したことも解約の例として しばしば挙げられる。また、各派の固有名詞表記の揺れに対応するために、過度の言音主義を取り、イエスを、イエスス、マタイを、マタイをスッとするなど、従来の慣用と多くの祖語を生み出したことも批判を招いた。この結果、旧約聖書翻訳の完成を待たず、1983年には、表記方針、翻訳方針の転換が行われ、旧約の翻訳と新約改定は、 新たな方針に基づくことが決定された。翻訳のやり直しに際しては、固有名詞の原音主義は原則にとどめて、関与表記を復活させたこと、動的投下に関わらないこと、教会での礼拝や典礼に用いることを考慮することなどが方針として確認されている。新約聖書の定本として、聖書教会世界連盟発行のギリシャ語新約聖書、旧約聖書は、 ドイツ聖書協会のヘブライ聖書が採用された。旧約聖書のパイロット版として、紙幣の抜粋、夜吹き、るキ、夜中木が刊行され、1987年に旧約、新約聖書からなる聖書新共同役が出版された。これには旧約聖書続編付きの版もある。続編部分は上実の日本聖公会訳に続くものだが、これは、 初の公語訳けである。1987年は、明治役の新訳、旧約聖書が完成した年からちょうど100年目にあたる。新共同訳は、発売から6年ほどで100万部を超え、急速に普及した。カトリック教会はこれを公認しており、公式典礼でも、新共同訳を用いることとなった。なお、前述のフランシスコ化役は、 新共同訳登場以後に合殺された聖書、新約聖書では、新共同訳に合わせてイエズスをイエスとするなどの表記の統一が図られている。日本聖公会も新共同訳聖書を公認している。エキュメニズムの中で日本キリスト教団系の教会やルーテル教会なども新共同訳聖書を用いている。2005年の日本聖書教会の調査では、 プロテスタント教会の61.5%が使用している。2010年には新薬のみと、旧新薬の総発行部数が1000万部を突破した。このように広く受け入れられており、評価もされているが、批判もある。まずは、共同薬の方針を転換したものの、その転換が不十分であり、共同薬の問題点が残存していると言われている。また、内田の理論に基づいて訳されている。 テブや新英語聖書。逆に、田川は、口語訳よりも読みやすくなった点があることは、評価している。また、少なくとも紙編については、教会で読み上げるのにふさわしいものとなったと、しばしば評価されている。詳細は、聖書教会共同訳聖書を、参照2018年12月10日に、聖書聖書教会共同訳が刊行された。教会名義を全面に出すのは、これが、 初めてのことになる。詳細は、日本聖教会約聖書を参照、ニコライ聖教会からは1861年に、ニコライが日本での宣教を開始し、着実に信徒を増やしていた。その布教実績について、プロテスタント諸教会を上回っていたという表もある。しかし、祈祷書などを1877年頃から刊行していたとはいえ、 聖書翻訳については、カトリック同様に立ち遅れ、漢訳聖書やプロテスタント観光教書を用いて、布教していた。1880年代には、詳細な仲介書の翻訳も複数現れたものの、聖書については、翻訳委員者中の新約全書訓展版を聖教絵式に固有名詞を読み替える形で使用するにとどまった。この聖教絵式の訓展本は1889年に、 交換された。聖教開発の聖書翻訳は1892年に現れた上田進役バフトシデン聖福員とされるが、これとは別にニコライと中井津久丸はロシア語の聖書辞典をもとには訳語の検討を重ね、1895年から1896年にかけて新約聖書を現け、その検討を経て1901年に 我が主イース・ハリストスの新訳を交換した。一般にこれは日本聖教会本訳と位置づけられている。定本は教会スラブ語、ギリシャ語、ロシア語の聖書とされ、二種の英訳聖書なども参照された。ニコライ自身の日記には上田訳家を参考にしたことも書かれているが、カトリック、プロテスタントの訳は意識的にであれ無意識的にであれ影響されることを嫌い。 一切参照しなかったという。翻訳に際しては、大月文彦、落合直文、林美香美ら国語学者の意見も仰ぎ、細部の文法にまで配慮がなされた。日本正教会では、今日も、方針例では、この翻訳のみが使用される。なお、正教会が礼拝で用いる聖書は、小読みのために編纂、文分冊された、福音行、使徒行の2冊で、これらは、 西方教会由来である小説の区切りを取らず、橋と呼ばれる、西教会に独自の区切り構造を持っている。旧約部分についてもニコライは日本での活動初期から翻訳を始めており、1877年から1878年頃に石版印刷されたと考えられる、朝晩祈祷規制礼儀材門に収録された聖、A の抜粋は日本語訳された紙幣の訳として、 最古の部類に属するとも指摘されている。聖鋭は、方針例で頻繁に使われるため、聖鋭業として全訳されたが、他の部分については、各祈祷書の旧約朗読箇所の部分的なわけのみに、とどまった。ニコライは没する直前まで祈祷書の翻訳をしていたが、旧約聖書の全訳は完成されないままとなった。なお、ロシア聖教会では、 伝統的に70人に約聖書の教会スラブ語訳がおもんじられており、1876年に政務会員がロシア語訳を作成した際にも70人分けの読みが取り込まれていた。ニコライは当初の祈祷書の翻訳では政務会員分けを重視しており、政営業の翻訳に際してもそれを定本とし、北京戦教団訳、政営業なども参照していた。しかし、 晩年の翻訳では、70人分けに回帰した読みも多くなっている。日本正教会約聖書では、固有名詞の表記が、教会スラブ語のロシア語風再建音に由来する表記を反映している。スラブ系の転写を経ている上に、その教会スラブ語の表記は、コイレの中世以降の読みを継承していたため、他の日本語約聖書とは、表記が大きく異なる結果を生んだ。 例えば、イエス・キリストは、イースス、ハリストス、ヨハネは、ヨアン等となる。日本聖教会約聖書は、聖教徒の高橋康之が、教派に関わりなく使える、最も信憑性の高い聖書と評しているのは、もちろんだが、明治のプロテスタント宣教師にさえも、首都原稿録とヨハネによる、福音書については、現在ある、どのわけよりも、格段に優れていると評する者がいた。 プロテスタントの藤原不女のようにその文体をあまり評価していない者も,もいるが、現代の聖書辞典などでは、単純早調な文体、正確な訳文と言われる等と紹介されている。他方で、この翻訳が難解なのは事実であり、1930年代には、聖教徒からも改定の必要を訴える声は上がっていた。しかし、生前のニコライ自身は、 聖教会の教えを正しく理解してもらうことによって、信徒の理解を翻訳の方に引き上げるべきで、逆に民衆におもねって、訳文の正確さを損ねることには反対であった。1930年代の論争でも、中井ずくまはニコライが緻密に組み上げた訳文の一部だけを崩すことは困難である上、その早朝な文体も維持せねばならないため、解約の必要に理解を示しつつも、 安易な解約には反対の意向を示していた。結果、今に至るまで、日本正教解約は、当初のものが守られており、そうして、長く受け継がれてきたこと自体も評価できるとする意見も、ある。聖書の日本語翻訳は、様々な組織と個人によって行われてきた。特定のキリスト教会で用いられるものもあれば、異教や新宗教の背景があるなどの理由により、 主要な教会で用いられない翻訳もある。また、古典文学として捉えたり、学術的視点を強調したりした翻訳もある。例えば、命の言葉者の申請書辞典では、個人訳増加の背景として、神学的理由、多様化していく社会に対応するため、キリスト教会以外の人々の古典としての聖書に対する興味の増大、言葉の急激な変化という4点が挙げられている。 日本語訳聖書の数は非常に多く、部分訳、雑誌掲載文なども考慮に入れれば、すべてを把握するのは極めて困難である。ゆえに、以下の紹介にしても網羅的なものとはなり得ない。なお、日本では聖書の各文書の仲介書も多数刊行されており、それらに収録される訳文は仲介者が独自に、訳出するのが普通である。 カドワキオシバ1983のように、それらも聖書の翻訳として、リストアップする例はあるが、膨大になりすぎるため、ここでは取り上げない。個人訳のうち、太平洋戦争前の前訳は、新訳聖書のみだが、長い直字訳、神経訳聖書がある。これは、ステファヌス版のテクストゥス・レセプトゥス第三版を、定本としており、既存の英訳、漢訳、 和訳のいずれも参照しないでギリシャ語底本から直訳したことを特色とする。この長いの訳は日本人による初の善訳であり、内村勘蔵からも日本人として聖書の日本化の最初の試みをしたと高く評価されていた。他方直訳であることを重視するあまり、訳文があまりにも硬直的で、 日本語として表現上の問題が多々あることを指摘する者たちもいる。ただし、ネストレ版の聖書工程を知りけ、伝統的なテクストスレセプトスを支持する一部の教会では、文語訳の代わりに、この長いわけが使用されていたという。戦前には、上沢賢治訳子供聖書上下巻もあった。これは、キリスト共同は作家の上沢賢治の子供向け聖書の試みの一つで、 教官福音書のみを対象とした子供聖書嬉しいお知らせまたいまるコルカに続くものであった。1933年版の子供聖書は上巻に福音書下巻に新約の残りすべてが平易な言葉遣いで収録されている。戦後になると1952年にキリスト新聞社が日本聖書協会の交語役より先に刊行した新約聖書交語役がある。 これは、香川豊彦の影響を受けた、渡瀬朱一郎と、武藤富夫の翻訳であった。田川健三はその語学的正確性には、否定的だが、訳文の読みやすさは、日本聖書協会の口語訳よりも評価している。岩波文庫には無教会主義の翻訳が収められた。旧約聖書の担当は、関根正夫。新約聖書の担当は、塚本虎字であったが、いずれも一部の翻訳にとどまった。 ただし、関根和家については、新約旧約聖書として、後に旧約全体が刊行された。木田健一はこの和家について、一個人で旧約全体の翻訳を成し遂げた、空前絶後とも言うべき偉業と称えている。ただし、この翻訳は岩波文庫版に比べると中が大幅に簡略化されている。この点について、田川は翻訳そのものが傑出していることを認めつつも、 半元の姿勢に疑問を呈している。他方、塚本分けについても、本人の没後、各所で発表されていた訳分が集められて、塚本虎に訳新訳聖書が刊行された。これを手がけた、塚本虎に訳新訳聖書刊行会が、読むものに、新たな感動と発見をもたらす福音の力が、みなぎっていると称賛しているのはもちろんだが、かつて、新聖書代時点でも、親しみやすい。 生き生きとした洗練された日本文と評価されていた。塚本の翻訳では、通常の福音書の配列とは、マタイ、マルコの順が逆になっており、マルコ、マタイ、ルカ、ヨハネとなっている。これは二資料仮説に基づく成立順を考慮したもので、この方がマルコ福音書の良さを見出しやすいなど利点があるとした。また、直訳した本文と不縁した過筆部分とで、 文字のサイズを変えていることにも特色があり、訳文の中での区別をつけやすいように配慮されている。ただし、文字サイズに顕著な差がないため、両者を見分けづらいという苦情もある。岩波書店からは、文庫版と別に、佐藤健、荒井今虎の新薬聖書学者、関根製造、月本秋浦の旧薬聖書学者が、各文書を分担翻訳した新旧薬聖書が出版されている。 各文書は個人分けであり、役者は明記されているが、全体としての名義はそれぞれ新約聖書、翻訳委員会、旧約聖書翻訳委員会となっている。新約聖書は5分冊、旧約聖書は15分冊で、新約の合冊版は2004年に、旧約の合冊版は2004年から2005年に、刊行された。岩波委員会訳が自ら標榜している特色は歴史的。 批判的観点を取り入れた原点への忠実さや特定の強派に偏らない普遍性などにある。自らも参加した大抜隆は岩波委員会役を学術的に重要なものとして挙げ、聖書の自主研究をする者や初めての読者に適した翻訳として進めている。また、外部でも学術的な中の多さなどを評価する声がある。しかし、この翻訳についても批判は見られ。 例えば、土器賢治は、首と原稿録の訳を取り上げ、その後役箇所を指摘している。田川も役者による力量差が大きいことや、分冊版と合冊版で10年と経たずに役文が違ってしまっている箇所が多いことなどを批判している。なお、河村明賢は、小林実が担当した、ヘブライ人への手紙の訳を優れた訳と評価しつつも一点疑問を提していたが、 これについては後に、小林自身が勇み足であったことを認めている。小林はまた、担当した、ヨハネ福音書で、従来、あった等と訳されることが多かった箇所を、いたと訳した点に批判が集まったことを挙げ、自身の翻訳意図を説明している。なお、新約聖書翻訳委員会に名を連ねていた、荒井大抜きは、外典に含まれる、グぐはまィ文書52文書中34文書の、 翻訳も岩波書店から刊行している。中央公論者の世界の名著にも聖書は収録された。旧約部分は中沢博史樹、新約部分は前田五郎が担当したが、いずれも特定の文書のみの小訳である。このうち前田和家については、生前に完成させていた前訳を本人の没後、荒井明、月本明が構成などを手掛ける形で刊行された。 簡潔な役分と幾分保守的傾向の傍中を備えており、田川健造のように、前田役をあまり良いわけではないとする意見がある一方で、一般向けの親しみやすさを高く評価する声がある。また、加藤常賞は、新共同役を使っているとしつつも、個人役の中では、前田役を愛用しているという、中澤家の完全版は刊行されていないが、世界の名著に収められた、 部分役だけでも評価されている。共同役聖書の中月やバルバロ役を刊行した、講談社からは、不縁役を歌った聖書の世界が刊行された。これは、関根正浦の日本聖書学研究所によるわけで、自身も参加した田川健三は、佐竹明担当のパウロ書館のような、有用な箇所はあったとしつつも、全体としての意義は、否定的に述べている。外部からも、 不縁の度合いが小さい佐竹分けなどを評価する一方、八木聖一による、ヨハネ福音書の分けなどを不縁の量が多すぎて、分けというよりも仲介になっているとする指摘が出ている。このシリーズは、別館で外典及び、使徒教府文書についても扱っている。いずれも後に講談社文芸文庫に再録されたが、外典については、同じ日本聖書学研究所の編訳による、聖書外典議典の方が、 ほぼ全訳であり、有用性の面で上回る。日本聖書学研究所は、司会文書中の重要な文書の訳も刊行している。新教出版社は、創立40周年記念出版として、野ギ直ー役を刊行している。野ギ自身は異訳も交えつつ、全室のマルヤの口語役への批判を踏まえ、それに応えるような日本語として、読める聖書の翻訳を目指したと述べていた。 加藤常章は塚本明けと共に、この野牛明けについて結構面白いと評している。田川健三は2007年から新約聖書役途中の刊行を始めた。田川は既存の翻訳と異なる訳し方をした点について丁寧に説明し、その他の論点も含めた膨大な訳中をつけており、その中の多さは日本語訳聖書の中でも特筆される。 辻学は、パウロ書館の分析に際し、自身の見解と異なる場合も含め、田川分けの訳し方や中が参考になったと述べている。他方、上村聖は、田川分けの中に対して、その詳細さだけでなく、上絶さについても指摘しており、その文体は、こうが分かれる。聖職者による、個人役としては、牧師、小山霊二による、聖書現代役がある。小山は、 現代人の聖書新約として、まず新約聖書だけの翻訳を刊行し、続いて、旧約新約の前訳である現代訳聖書を刊行した。新約だけや、旧約だけの個人による前訳は他にもあるが、新約旧約全体を個人で訳出した、小山訳は、異例の部類に属し、日本人では初であった。小山は、友人内田の翻訳理論を踏まえつつ、 ノンクリスチャンにとっても読みやすいように平易な訳文を心がけたとしている。小山は言語に忠実ということに関わるよりも聖書の明瞭性を読むだけで理解できるようにすべきという観点で翻訳をしたという。これについては自由な不円版といった性格が強いとも言われている。聖書キリスト教会では礼拝にこの聖書を用いている。また、長教派の集まりであるインターナショナル VIP クラブでも お山分けを使用している。なお、現代訳聖書からは、神という訳語を創造主に置き換えた創造主訳聖書も派生している。聖書の無料反布をしている。日本国際、ギデオン協会は、従来の聖書の反布に加えて、ニューバイブルとして、牧師、伊豆田明の個人訳を配布するようになった。土戸清はその訳文について、特にヒキリスト教徒に配布される翻訳としての、 適切性を疑問視している。なお、ニューバイブルには和文のみの版と、英和対象版があるが、英文についてはどの訳を使用したのか、冊子中に明記されていない。カトリックの聖職者、本田哲郎は翻訳者として、新京同約聖書とフランシスコ会約聖書双方に、携わったが、鎌ヶ崎の日雇い労働者たちとの交流から、従来の翻訳は、 小さくされた人々には通じないものであったと悟り、小さくされた人々のための福音を刊行。続いて、パウロ書館の翻訳も刊行している。上記のほか21世紀に刊行された聖書のうち、新約聖書の全訳を含むものとしては、牧師、山岸昇の、絵馬を出版役新約聖書、池田博新約聖書神話訳がある。ここで取り上げるのは、翻訳に際して、 外国語訳も参照したという意味ではなく、外国語訳聖書自体を重訳した日本語訳聖書である。古代ラテン語訳のブルガータからの訳には、常実のようにカトリックの訳がいくつかあった。また、古代ギリシャ語による旧訳聖書の翻訳72に訳聖書のうち、モーセ語書については、旗号兵訳が存在している。しかし、そうした古代訳以外に現代英語、 フランス語訳などからの重役も複数存在している。まず、1950年代前半には、元首相の片山明が、ショートバイブル新訳編、ショートバイブル旧訳編を刊行している。これらは、英語の抜粋版からの重役ではあるが、一応聖書の翻訳に挙げられている。特徴的な点として、推測される、執筆順に配列されている点が挙げられる。 すなわち、新約聖書は、福音書ではなく、より古いと考えられる。テサロニケ前、後書きから始まっている。また、小約という性質上、新約のユダ書や、旧約のマラキ書など、一部文書は、完全に割愛されている。新約聖書の簡約ならば、つまびらか約聖書館公開による、つまびらか約聖書がある。これは、 英語のアンプリファイドニューテスタメントの日本語訳である。現象は27種の英訳聖書などを比較して、訳の候補を示し、命の言葉社からは、リビングバイブルの日本語版も刊行されている。この聖書の現象は、アメリカ標準訳聖書をもとに平易な英語へと、訳されたもので、1971年に刊行された後、1974年には、アメリカにおける、 年間成長売上げの46%を占めるに至ったという、日本語版でも原書の方針を踏襲しつつ、福音主義に基づく平易な訳文を提供している。出版前に様々な年齢や学歴の約500人から意見を聴取するなど、わかりやすい訳文を提供するための努力が重ねられたという、新訳は1975年に刊行され、 旧約も含めたものは1978年に刊行された。その後も改訂版が刊行されている。また、地元にあって統一である立場に立つ教会の日本福音書房は回復約聖書の日本語版を刊行している。エホバの承認も独自翻訳である新世界約聖書を出版している。前述のように聖書関連書を多く出していた。講談社からは、 図説大聖書が刊行されている。これは、アシェット社のラバイブルに基づき、日本のカトリック、プロテスタント双方から20人以上の役者が関わったもので、高橋健は事実上の共同役と位置づけている。英語の改定標準役聖書をさらに改定した新改定標準役聖書は、 男女差別に配慮して訳語が選択された英語訳聖書であるが、その本案であるビクター・ローランド・ゴールドラのザニュー・テスタメント・ンサムス・アインクルーシブバージョンを和訳したのが新訳聖書、紙偏英語、日本語、聖書から差別表現をなくす思考版である。なお、前述のように、英は対象版もいくつかの聖書で刊行されているが、それらは大役ではない。 ギリシャ語定本との対訳版としては、岩熊正し役中、木は対訳客中付き新訳聖書が存在している。これは、タスカー皇帝によるギリシャ語テクストに基づいており、他の多くの日本語訳聖書で定本とされている、ネストレ・アーラントとは、系統が異なる。岩熊の没後、山本書店編集部によって4福音書の訳のみを一冊にまとめた福音書が刊行された。 聖書の日本語訳には、現代日本の、いわゆる標準語以外の翻訳も存在する。方言で作成することを起としたものではないものの、鎖国中のプロテスタントによる訳は、上述のように限られた、恐竜民の協力によって成り立っていたため、その出身地の言葉が混じっていると指摘されている。実質的に最古の日本語訳とされるギュツラフのヨハネ福音のつてにしても、 協力者をときちらの南地下方言の繁栄が指摘されている。また、ベッテルハイムが日本伝道の第一歩として一部の福音書、パウロ書簡や首都原稿録の琉球語訳を刊行したことと、それが日本本土での不況に活用できないと判断されて中断したことは上で触れた通りである。さらに、日本語の方言とは言えないものの、日本国内の言語ということでは、 明治時代に聖公会のジョン・バチェラーがアイヌ語訳を刊行している。アイヌへの伝道に強い熱意を持っていたバチェラーは、1878年からアイヌの集落でその言葉を学び、1889年にエビエーは大訳辞書及び文法を交換し、同じ年から聖書のアイヌ語訳を分冊で刊行し始めた。祈祷書に含まれた旧約聖書の紙編に至っては、 人文でのアイヌ語訳がなされている。また、彼は少なくとも新約聖書については、全薬を完成させ、聖書協会委員会から、チコロウタラパベイエスキリストを走りエクトナップ、OMA 完備、ザニューテスタメント・オブ・アワー・ロード・アンド・セービア・ヤソ、クリスト・イン・アイヌの代で1897年に、刊行した。これは1981年に、日本聖書協会から再販されたことがある。 現代の方言による翻訳例には山浦春次による気仙語訳新訳聖書がある。これは岩手県の気仙方言によるもので NHK の心の時代で取り上げられたことで地元の小さな出版社から出た本としては大反響を呼んだという。山浦は当時のローマ教皇ヨハネ・パウロ2世に手紙を送り後に直々に献上する機会を得た。 さらに山浦は、ガリラ屋の家中日本語訳新約聖書4福音書にて、ガリラ屋、エルサレム、ローマなどの出身や立場に応じて、下線語以外に、京言葉、大阪弁、津軽弁などを使い分けた翻訳を試みている。これは、著者の自宅や版元が、東日本大震災で被災した直後に刊行されたものであり、2012年のキリスト教本屋大賞を受賞した。 山浦の方言い訳については、単なる翻訳の領域を超えた新しい文化的価値を持つものとして評価する声がある。その一方、気仙語訳の持つ独特の味わい深さを評価しつつも、山浦の観点に基づいたイエス像を押し付けている可能性を指摘する声もある。方言による翻訳の例には、他にも大阪弁に翻訳された、コテコテ大阪弁訳、聖書もある。これは、 また違反の福音書のみを新共同訳聖書を参考にして大阪弁に翻訳したものである。この翻訳について関西学院大学修教授時の前川博士は好意的に言及している。また日本聖書協会翻訳部の島崎勝信もこうした気仙語訳や大阪弁訳について興味深い翻訳の例として言及している。上で見てきたように聖書の日本語訳はなど 様々な翻訳環境や方針の違いが見られた。この節では、それらの条件や方針の比較対象のため、いくつかのわけからヨハネによる福音書の冒頭と、マタイによる福音書でも、しばしば問題になった、心の貧しいものと義についての訳文を比較する。この節では、ヨハネによる福音書、第一章一節から二節、内視三節までを引用しておく。 節番号は割愛した。また、ルビは格好によって示したものがある。空白の明け方、句点の打ち方などは、出典の通り、またイ福音書、第五章三節六節について比較する。比較対象は、教会役のほか、初期の主な翻訳で、ヨハネ福音書による比較ができないものや、現代の不縁訳、特定の視座を重視するわけ、固い言い訳などである。なお、 三節は出だしに鍵括弧の開始がついている場合があるが、引用に際しては一律に省いた。また、開業は無視した。本文の記述に関して参照したもの、内紙役分を引用したもの、聖書全体とその一部では、後者を一段下げている。文冊版などは合冊版よりも前に出ていることもある。ありがとうございます。